おはようございます。昨夜は300ポイントの上昇で、まあ、フォロースルデーかって言われるようなローソク足が日足で出現したものの、私はですね、まあ、結論申し上げますと、下目線については今解消という形をとっているんですが、じゃあ上目線なのかって言ったらそうじゃなくて、今ね、中立です、はい。中立の目線を持っています。で、その理由をね、ちょっとお話しして、で、 まあ結局ですね、上でも下でも儲けていけばいいと思っていて、で、えー、まあ例えばね、年内最高値の上昇だったら、まあ上昇で乗っていけばいいと思うんですよね。例えば、えー、今年付けたこの高値っていうのは1万6000弱ですよね。で、現在価格は、まあ、1万4673。だから1000ポイント以上の値幅が取れるんですね。儲かるんですね。で、昨年の、えー、最高値、えー、1万6700ってなると、まあ2000ポイント弱、 ですね。はい。まあ、儲けが期待できるということなんですよね。ですので、上なら上で儲けていけばいいんですが、ただ、そこ打ち確認はやっぱり慎重にね、えー、行わなくちゃいけないよということ。ね。だからまあ、昨日のね、この冷やし、 ね、300ポイントぐらいの上昇ですが、これをフォロースルーでってみなして、で、ここから強い買いを今、ここで入れるタイミングかどうかっていうのもしっかりやっぱり、えー、慎重に見極めていかなくちゃいけないという観点でですね、え、ちょっとあの話を聞いていただきたいんですけど、まあ、特にね、テクニカルとかあまりわからない方に向けてね、はい、えー、ちょっとお話し,したいんですが、現在ですね、週足でこうやって見るとですね、 えー、今回のこの下落っていうのは、週足の下落トレンド中なんですよ。ですので、この週足の下落トレンド中なものを、こう、週足の上昇トレンドに変えていくには、相当上げていかなくちゃいけないんですね。15,340。これがね、直近の週足の、えー、戻り高値。 になります。戻り高値ですね。はい。ここの直近高値を上抜いて初めて週足の下落トレンドが、まあ、無効化するっていう形になるんですよ。ただね、あまりにも値幅開いてるじゃないですか。ここまで上がらないと買えないのって話でしょ。なので、私がまあ、えー、見なしている、まあ一応判断基準として、週足の今下落トレンドが起きているんだから、せめて、ね、せめてものを4時間足とかじゃなくて、冷やし。 日足の上昇トレンドを確認してからでも、全然、その買いを入れるのは遅くないよね。そこち確認、ね、とみなすのは、この日足の上昇トレンドを確認してからでも遅くないよね、という。はいえ、そういうことなんですよね。このあたりをね、まずね、ちょっと理解していただかないと、あの、この1日のね、上昇で、もう上っていうふうに、あの、確信して、で、飛びついてしまうと。 で、まあ結果ね、そこで上がればまあ結果往来なんですけど、例えばですよ、S&P500 の冷やしなんですが、えー、このように200日移動平均線を割り込んでから、これね、まだもうちょい上に、はい、まだね、これレジスタンスとして機能しそうな200日線がまだ立ちはだかってるんですよ。で、えー、まあ S&P500 で言うと、このジグザグの直近のね、ザグの部分ですね。 この高値が4266ドルとなっております。ですので、S、S&P500 で言うと、ここをまず上抜き、ね、冷やしの下落トレンドが無効化され、その後、まあこのね、安値からの1波、2波、3波みたいな形。はい。こういう形で上がってくれば、まあそれはね、あの、買いのポイント。 とみなしても、まあ、週足の下落トレンド中ではありますが、さすがにね、冷やしでこういう、えー、底固めの形を作れば、まあ、このあたりを上抜いていくんじゃないかなっていうふうに。はい。まあ、だからといってね、まあ、昨年の最高値まで上昇するかどうかはわかりませんよ。はい。わからないけど、まあ、冷やしのさすがにこういうチャートパターンっていうのは、まあ、信頼しうるかなって。4時間足なんかよりは、まあ、さすがにね、 はい。信頼しうるかなっていう。はい。そういう考えです。で、ナスダックについて言うとですね、ナスダックのね、直近高値皆さんご存知ですかここですね。14,848ポイント。結構近いですよね。ですので、この後、ね、昨夜大きく上昇しましたが、で、明日アップルの決算とかあるじゃないですか。そこでのね、まあ、どんでん返しもあるかもしれない中で、この1 4四千 848ポイントをちょっとでも上抜けるとですね、これはテクニカル上、日足の下落トレンドが無効化されたってこと。ね、トレンドがない状態になります。上昇トレンドっていうには、そこから押しを作って第三波動で、えーまあ、上昇トレンドっていう形になります。こうなってくるとですね、さすがにここですね、週足の直近高値。これがね、遠いんですよ。 15, ポイントここまで待つっていうのはさすがに遠すぎって私個人的に思うんですね。ですのであくまでですね、冷やしの上昇トレンドを以後見届けていきましょうということですね。はい、ですのでまあこのようなね、上昇があった以上、まあ下目線っていうのはちょっとてっ 一回せざるを得ないかなっていうふうには思っているんですけどただしですねやっぱりじゃあ上なのかって言ったら上目線になるにはまあこのあたりをちょっとでも上抜きその後押しを作って上がっていくような形を見せてくれるかどうかっていうところですねここをやっぱり確認しないことにはやはりですねこの数ヶ月続いた週足の下落トレンドですからですのでこれをひっくり返してね はい。そこ打ちっていうふうに判定するには、やはり、あの、私のこのチャンネルって、まあ、おそらくね、まあ、何千回とかって回っているんで、まあ、投資初心者の方とかね、投資信託で買ったら基本的にバイアンドホールドっていう方々とか、大勢聞いてらっしゃると思うんですよ。ですので、そういう初心者の方にも向けてですね、はい。えー、長期で買いを入れるんであれば、 そうですね。本当だったらね、冷やしのこの上昇トレンドだけだったら、あのー、まあ、ちょっと不足してるかなって、いうところでもあるんですけど、ただね、まあ、15,338までの到達を待つとかね、もっと言ったらここの高値更新を待つって言ったら、相当な値幅になってくると。 はいまあ、長期的にどんどん上がって2万ポイントとかいくってなればね、まあ、このあたりはもう誤差かなっていう考え方もあるんですが、まあ、来年ね、リセッションが本格化して、ね、最高値更新直後にこう下げていくっていうね、まあ、そういうシナリオもなくはないんで、ですので、ね、まあ、この4時間足の上昇トレンド、少なくともね、この4時間足の上昇トレンドとか、こういう大陽線こういうものを見て、即買いを入れるっていうのは、まだちょっと、 先走りすぎかなっていうふうに私は思うわけですよ。はい。ですので、ね、少なくともこの14848を上抜け、ね、冷やしレベルのこのジグザグの下落トレンドが無効化され、その後の押しを待つとか、第3波動を待つとか、あとね、サイドのここの上抜けを待つとか、はい。ってなってきたらですね、まあ、あの、ちょっと角度の高い、えー、底打ちの形になってくるのかなって。これが、 いわゆるその雰囲気とか、まあ、その場の値動きに惑わされない、底打ちの私なりの判定方法です。これじゃあね、まだちょっと不足してるっていうふうに言われる方、より保守的な方のね、意見もあると思います。つまり、ここで上昇トレンドが発生しても結局ね、このあたり、こういう平行チャンネルで頭を押さえられて、結局周足のね、上昇トレンドには至らずに、はい。 えー、月中あたりから落ちていくっていうね。いわゆる、もうこういう下降平行チャンネルを辿っていくっていうのも、まあなくはないですしね。はい。ですので、まあ、昨夜ね、上がったのは事実なんですけど、で、下目線っていうのは一一旦撤回しなくちゃいけないなっていうふうに思っているんですけど、かといってね、すぐね、手のひらを返して上目線になるかどうかっていうのは、もうちょっとやっぱり、えー、様子を見る必要があるのかなっていうふうに思っています。 はい。ですので、えっと、そのあたりの話を聞いてもらった上でですね、あまり、やはり、あの、確信は禁物であるということですね。はい。まあ、こういう、まあ、えっと、1、2、3、4日間ね、このように強く上昇。はい。この時と比べて、やはりね、上昇の圧力は強いと思いますね。特にまあ、この FOMC 通過後で、パウエルさんが、何ですか、 まあ、この利上げのフェーズのサイクルはもう終わりに近いみたいな、利上げ停止を示唆するような発言があったからですかね。このように上昇しているのは。はい。ただね、まあ、アップルの決算も控えていますし、で、あと、週足なんかでこう見たときに、まあ、このようにね、今はこうやって上昇していますが、本当にね、このまま、この青色の陽線がこう突き抜けてくれるのかって言ったら、まあ、ちょっとね、まだまだ不透明な部分がありますんで、 はい、なのでまあえこのような上昇は私のシナリオから外れるものであり、ね、確かにね、えー、これは認めなくちゃいけないこういう三存のチャートパターンを下抜いてからのこう上昇ってこの三存否定みたいな形ですよね結果的にでこれはまあシナリオ崩れとして私は認めるんですがで認めたからといって下目線をね一旦撤回はするもののね、はい、ただ上目線にはまだまだ、はい、慎重な立ち回り うん、でちょっとね、えー、慎重に立ち回って、まあ、ワンクール置いてからこう、えー、ロングなりエントリーするんであっても全然ねあの値幅は取っていけるというふうに思っています逆にですねこの戻り高値を上抜くことなくこのような形でね落ちていくっていう、はいえー、そういうのもね十分ありえますんでね、はい、ですので、えー、ちょっとねこの辺りは要注目なのかなっていうふうに、はいえー、思っています ですので、昨日上昇したことによってほら、底落ちしたでしょってやはり底落ちしましたよねみたいな、うん、そういうコメントも、まあ、来ることが予想されるんですがあのやっぱりねテクニカルで、ね、あの僕は判断していますので週足の下落トレンドをひっくり返すには少なくとも最低でも、えー、冷やしレベルの上昇トレンドが明確に発生すると。 はい。いうことなくしては、えー、そのような宣言はできないかなっていうふうに思っています。で、それがね、ちゃんと、この後、まあ、株価がね、ここを上抜けて明確に推しを作ってから、第3波みたいな形で来れば、私もね、それはね、あの、ブル目線になって、上で儲けていきましょう的なね、発信をすると思います。はい。その時はね、ちょっとあの、ブルの味方みたいな形になってしまうんですが、そこに行くにはね、まだちょっと、はい、早いかなって。 いうのが私の見解です。はい。ですので、まあ、えー、今日、明日ですね、の寝動き、はい、週末にかけてどんな感じでね、寝動きするのかっていうのは、慎重に見極めた上でですね、はい、ディスクを落としていく方とかね、ディスクを取っていく方とか、はい、慎重に見極めていきましょう。えー、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。